中村敏久は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍中将。大野岬沖海戦直前の第二艦隊首脳と、中村、左、伊藤聖一ミリ、森下新鋭神奈川県出身。中村正吉、佐田の息子として生まれる。1911年7月、海軍兵学校12月、海軍将尉に任官し、矢萩の乗り組となる。海軍大学校。 海軍水雷学校高等科、特集科で学ぶ。常磐分隊長、立田水雷長、原水副関係海軍省出資などを経て、1924年11月、海軍大学校を卒業した。海大時代の末期に健康を害し、療養の意味も込めて、同年12月、横須賀防備隊水雷長に就任し、横須賀海軍交渉機雷実験部部員を兼任。 実践的訓練を実施して防備隊の指揮をよみがえらせた。横須賀鎮守府付、欧米各国出張などを経て、1928年2月、後続付部官となり、同年12月、海軍中佐に昇進。1929年11月、水雷学校教官に転じ、県陸軍重砲兵学校教官、県海軍通信学校教官、軍令部出資、軍令部参謀権、 海大教官権参謀本部部員などを歴任し、1932年12月、海軍大佐に進級し、五福島艦長となる。1933年5月、軍令部参謀に移動し、軍令部、第2部第4課長、役も艦長、軍事局第1課長を歴任し、1938年11月、海軍少将に進級し、軍令部出資となる。同年12月、 クレチンジュフ参謀長に就任し、シナ方面艦隊司令部付け兼第三、艦隊司令部付け、シナ方面艦隊参謀副長兼第三、艦隊参謀、軍令部出資、連合艦隊司令部付けなどを務める。1941年4月、第三艦隊参謀長となり太平洋戦争を迎え、高橋伊望を補佐して、フィリピン方面の諸作戦を遂行した。 1942年4月、南西方面艦隊参謀長兼第2、南図海艦隊参謀長に移動し、軍令部出資を経て、同年10月、自重部官に就任した。同年11月、海軍中将となり、終戦を迎え、1945年11月、予備役に編入された。品方面艦隊参謀副長時代、参謀長である。 井上成美が辞職を言い出したことがあった。北部普通印心中をしないという確約を取って来なかった責任を取るというのである。中村は千人参謀の山本義夫と共に井上をなだめるのに苦労したという。本人は自分はカミソリ、井上のなだめ役と語っていた。また宮城事件では外部との連絡が遮断される中、事件発生の第一報は、 海軍省への無線連絡であった。この連絡は中村をはじめとする自重部官によるものである。サネマツユズル、海軍を切る図書出版社50から51ページ。ありがとうございます。